Nagoya City. City. I love Nagoya. ここからは名古屋シティ I love 名古屋。私も大好きラブ名古屋なここ名古屋市のいろんな情報をお届けしていきます。まずは第5回世界身体障害者野球大会のお知らせです。名古屋市では性別や年齢、障害の有無、経済的事情、地域事情などに関わらず、すべての市民が楽しさや喜びを感じながらスポーツへ自発的に参画する機会の創出を目標に、障害者と健常者が共に取り組む障害者スポーツの体験会などを開催しており、その取り組みの一環として9月9日と9月10日の2日間バンテリンドーム名古屋で第5回世界身体障害者野球大会を開催します。世界身体障害者野球大会は4年に一度開催される身体障害者野球の世界一決定戦です。日本代表はこれまでに3度優勝しており、今回は2度目の連覇がかかった大会となります。参加チームは日本、アメリカ、プエルトリコ、大韓民国、台湾の5チーム。日本代表の選手は全国にある38の身体障害者野球チームから選抜されており、名古屋を拠点に活動している名古屋ビクトリーからも5名の選手が大会に臨みます。この地域ゆかりの選手をはじめ日本代表の活躍にぜひご注目ください。第5回世界身体障害者野球大会は9月9日と9月10日の2日間バンテリンドーム名古屋で開催。入場は無料、事前の申し込みも不要です。観戦にお越しの際はぜひ会場から近くて便利な地下鉄名城線の名古屋ドーム前矢田駅をご利用ください。なお会場には食べ物、飲み物を持ち込むことができません。あらかじめご了承ください。詳しくは第5回世界身体障害者野球大会の特設ページをご覧いただくか、名古屋市スポーツ市民局スポーツ振興室電話 052-972-3262 052-972-3262 までお問い合わせください。 Next. 続いて令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のお知らせです。名古屋市では電力・ガス・食料品などの価格高騰による負担の増加を踏まえ、住民税非課税世帯などに対し1世帯あたり3万円の緊急支援給付金を支給します。2023年6月1日時点で名古屋市に住民登録があり、次のいずれかに当てはまる世帯が対象です。一つ目は令和5年度住民税について世帯員全員が非課税となる世帯。この条件に該当する世帯には名古屋市からご案内をお送りしています。条件を満たしている世帯でお知らせが届かない場合は、この後にご案内するコールセンターまでご連絡ください。2つ目は予期せず2023年1月から2023年8月までの収入が減少し、世帯員全員が住民税非課税相当と認められる世帯。この条件に該当する場合は申請が必要となりますので、コールセンターまでご連絡ください。コールセンターの電話番号は 050-3135-3260 050-3135-3260。受付時間は平日の午前9時から午後5時まで。なお令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の申請は9月29日金曜までの受付となります。お早めにお申し込みください。詳細は名古屋市の公式ウェブサイトや広報名古屋でもご確認いただけます。名古屋シティインフォメーション。ではここで新型コロナウイルスワクチンの接種に関するお知らせです。現在オミクロン株対応2価ワクチンによる追加接種を9月19日まで実施しています。対象者は初回接種を完了しており、前回の接種から3ヶ月以上経過している方のうち65歳以上の方、または基礎疾患のある12歳以上の方、もしくは医療機関や高齢者施設、障害者施設などに従事する方です。加えて5歳から11歳までの方のうちオミクロン株対応2価ワクチンを未接種の方や、基礎疾患があり5月7日までに一度オミクロン株対応2価ワクチンの接種を済ませた方も対象となります。なお接種の際、12歳以上の方は前回の接種から6ヶ月以上経過していれば、従来株の武田社ワクチン、ノババックスを選択することもできます。
接種を受けるには接種券が必要です。対象者の方で3回目以降の未使用の接種券がある方はその接種券で接種を受けられます。接種券がない方や5歳から11歳までの方は接種券の発行申請が必要です。発行申請は名古屋市の公式ウェブサイトまたは郵送で受け付けています。詳しくは名古屋市の公式ウェブサイトをご覧いただくか、名古屋新型コロナウイルスワクチンコールセンター電話 050-3135-2252 050-3135-2252 までお問い合わせください。なお、新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応と思われる症状でお悩みの方は各区の保健センターへご相談ください。さて、今日ご紹介したお知らせに関してはこのコーナー名古屋シティアイラブ名古屋のブログサイトにもリンクが貼ってあります。ポッドキャストでも配信していますのでぜひチェックしてください。名古屋シティアイラブ名古屋、今週木曜日もお楽しみに。